わなわん放送&いでき、驚きの土曜日に出演、優れたバラエティセンス発揮。明日、7日、午後7時40分に韓国で放送されるテレビ N、驚きの土曜日には、わなわんのオンソームといでひがゲスト出演し、活躍する。驚きの土曜日は、テレビ N の週末バラエティ番組だ。人気コーナーの、ドレミマーケット、で新ドンヨプ、カクナレ、ガールズデイヘリ、ムンセユン、シャイニーノキー、キムドンヒヨン、元ファントムのハンエが、全国の伝統市場の人気の食べ物をかけ、豚の特定部分を正確に書き取るミッションを行う。明日の放送には、わなわんのオンソームとイデヒがゲスト出演する。オンソームとイデヒの登場に、驚きの土曜日のメンバーたちは歓呼した。特に、イデヒは自信を表し、僕が料理を全部食べられるようにしてあげます、と抱負を明かし、番組での驚くべき活躍を予告した。また、この日の放送でオンソームとイデヒはバラエティセンスをアピールし、注目を集めると見られる。これに先駆けて公開された映像で、二人はモノマネをはじめとする様々な特技や愉快なトークを披露し、笑いを誘った。映像を見た視聴者からは、放送前なのにもう面白い、オンソームとイデヒ。が、驚きの土曜日に出るなんて、本当に楽しみ、という反応が相次いでいる。また、オンソームとイデヒが、驚きの土曜日のメンバーたちと生、ビダスケミ、ケミストリー、相手との相性にも期待が高まっている。テレビ N 週末バラエティ番組、驚きの土曜日は、韓国で毎週土曜日の午後7時40分に放送されている。